桜坂46が11月25日から26日の2日間、千葉県ソゾマリンスタジアムにて3周年記念ライブ、サードイヤーアニバーサリーライブを開催。2日目となる26日公演では、活動を休止していた2期生の遠藤光が復帰を果たした。遠藤光、約7ヶ月ぶり復帰。遠藤は4月19日、自身のオフィシャルブログにて、体調不良によりグループ活動を当面の間休止を発表。春に行われた全国ツアー、桜坂46サードツアー2023は全公演欠席していた。そして、11月26日公演の1曲目、バディーズで、約7ヶ月ぶりに復帰。センターの2期生、山崎天、咲は正式には、辰咲は、嬉しいお知らせがあります。光、と呼び込むと、遠藤がステージに登場。会場から大きな拍手が上がると、メンバーも、光、お帰り、と大きな声で迎えた。パフォーマンス後、バディーズ、桜坂46ファンの愛称の皆さんお久しぶりです、と改めて挨拶をした遠藤は、約7ヶ月ぶりくらいに復帰することになりました、と報告。これから少しずつ、私らしくしっかりと歩んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします、と明るく呼びかけた。また、グループのキャプテンで同期の松田里奈も、光のペースで一緒に頑張っていこうね、とにっこり。現在休養している一期生の小池みなみにも触れつつ、全員では立てなかったけど、一人、また光が帰ってきてくれて、一緒にステージに立てて、私たちも嬉しい、と思いを語った。なお、遠藤は今後少しずつ活動していく予定だという。桜坂46、初の野外スタジアムで、3周年アニラ、開催欅坂46から桜坂46に改名し、ファーストシングル、Nobody's Fault をリリースしたのが2020年12月9日。ファーストとセカンドイヤーアニバーサリーは東京都、日本武道館にて開催された、セカンドイヤーは東京ドーム公演直後ということもあり、セカンドイヤーアニバーサリーバディーズ感謝祭、として開催。桜坂46として野外スタジアムライブを行うのは、今回が初。一期生の羽生瑞穂は、卒業セレモニーを行った25日公演のみ参加、一期生の小池みなみは休養中のため両日不参加となった。